はい、こんにちは、だけチャンネルです。今回もですね、イタレリのフィアットアバルト 695SS アセットコルサの製作の続きをやっていこうと思います。で、まあ、前回の動画で、ドアの取り付けをやりましたんで、今回は、最後細々とした、パーツをつけてシャーシとボディの合体まで、行ってみたいなと思います。はい、というわけで、まあ、まだまだつける部品はね、いっぱいあるんで、それで完成ではないですけれども、それでは早速作業の方やっていこうと思います。はい、それではやっていきましょう。で、まずはボディに、ちょっと何個かつけるものがあるのでつけていきましょう。で、まずはこちら、イグニッションコイルですね。イグニッションコイルのパーツに、このチューブ、プラグコードですね、これをつけてあげて、で、エンジンルームのこの部分ですね、モールドが入ってるので、そのモールドの位置に合わせてプラグコードを、イグニッションコイルをセットしてあげて接着します。こんな感じ、こんな感じで接着してあげて、次にここにメッシュを貼るように指示があるんですけれど、で、取れた。ここ接着しろが、接着これあんまりちゃんと密着しないのか。やったらデコプリでつける方がいいかな。あんまりね、ここの、このパーツと接着しろの形状がどうも合ってないみたいですね。なので、間埋めも含かねて、デコプリンセスで接着しておきましょう。よいしょ。これでしばらく触らないように置いといて、で、次にここのメッシュなんですけど、説明書に寸法が書いてあるので、その寸法に合わせてマスキングテープを切ってあるので、よいしょ。このマスキングテープ、指定通りの寸法のマスキングテープをここに貼ってあげる。角度は45度の角度でって書いてるので、まあ分度器がないのでね、それっぽい角度でつけてあげて、多分ナイロンメッシュここ以外使わないと思うので、まあ、ここで使わなかった分は全部余る形になるとは思うんですが、これでナイロンメッシュをして通りのサイズで切り出してあげる。ナイロンメッシュ切るときはね、基本的にカッターナイフじゃなくてハサミを使って切るようにしましょう。じゃないとほつれていってしまうのでね、これでカットしてあげて、でここにつけるんですけど、まあいつもだったらね、接着しろがあんまりないんで、流し込みを使ってつけたりするんですけど、今回の場合は接着しろがたっぷりあるので、まあ適当にデコプリンセスつけてあげたらいいでしょう。
そう。で、ここにメッシュを与える。よし、こんな感じ、こんな感じですね。見えないな、見えないですけど、こんな感じでメッシュを貼ってあげます。そしたらちょっと一旦これでボディの方は、乾かしておいてあげて、次に、タイヤを組んでいきます。で、タイヤは、695SS とアセットコルサとでホイールが違うんですよ。ホイールとタイヤが違うんですけれども、僕が作ってるのはアセットコルサバージョンの方なので、こっちの太い方のタイヤとホイールを使ってます。で、まあこれ表リムと裏リムをもうここ接着してあるんですけれども、ここにタイヤをはめてあげる。こんな感じですね。すごいムチッとした感じになりますけど、こんな感じで、ホイールにタイヤをはめてあげたら、ここに、エアバルブですね、エアバルブを取り付けてあげる。ここにちょんと、こういう感じ、こういう感じでエアバルブをつけてあげたら、これをですね、このシャーシにセットしていくんですけど、この裏の4本のピン、この4本のピンを使ってここに固定するんですけど、これね、4本のピンはめてもパチッとははまらないんですよ。ただスポッとはまるだけ。こうはめてあげても、これはまってるだけなんでスポッと抜けちゃうんですよ。なんでね、これどうしようかなと思ったんですけど、まあタイヤ外すことないし接着しちゃいましょうかね。ここはね、まあGP クリアとか、あとあれなんだったっけ、セメダインから出てる、あの貼っても剥がせる接着剤、あんなんとかを使って、まあ、剥がせるようにしてあげるっていうのもありだと思いますし、まあこんな感じでもう接着しちゃうっていうのでもありだと思います。どっちでもいいんじゃないかなと思います。あっと、バルブもいじゃった。僕はね、基本的に組んじゃったらタイヤ外したりとかってまずめったにしないので、だから僕は今回はもう接着してしまう感じでいきます。でちょっとバルブが取れちゃったから、バルブ先戻しといて、このパッドなくしたら絶対見つかんないんでね。なんか頼りないな。よいしょ。そしたら同じように、タイヤを4本とも接着していきます。あっ、はい、ちょっと手こずりましたけども、タイヤ4本つけるとこんな感じ。まあ、ちょっとね、あのポジキャン入ってんのが昔の車っぽい感じですよね。前から見ると、正面から見るとちょっとタイヤが逆ハの字になってるんですよね。まあこの辺はね、リアタイヤとかは設置すると多分ポジ、ややポジかゼロキャンバーぐらいになるとは思うんですけど、ちょっとだけこんな感じでね、ポジキャンがついてるのが昔の車っぽいです。はい、じゃあこれで、次に、マフラーの遮熱板なんですけど、これね、裏にピンが生えてて、本当はここに穴を開けとかなきゃいけなかったんですよ。ただ
僕が説明書を見落としてて穴を開けるのを忘れたので、ここはもうこのまんまここに接着する形で、つけておこうと思います。完全にね見落としてたんですよね。これはちょっとこれも合いが良くないから、こんなん接着する指示なんかあったと思って説明書をね見返してみたらちゃんと書いてました。やっぱ説明書はちゃんと読まないとダメですよね。隅から隅までね。よいしょ。こんな感じで、マフラーの遮熱板ですね、このデスビーとかこの辺にマフラーの熱がいかないようにする用のマフラーの遮熱板を取り付けてあげたら、いよいよボディをかぶせていきます。で、結構ねボディかぶせるときあっちこっち干渉しながら入れていく形になるので、ちょっとねどこが当たってるかっていうのをしっかり確認しながら、入れていきましょう。まずね一番さ、まず当たるのが、このリアシートの内張りで、あとこのダッシュボードのこの両端のところで、あとこのマフラーですね、ここが、ガツガツ当たるので、この辺をうまく逃がし持って、入れていく。まあ最初にねこのダッシュボードの位置を確認しながらねこう逃がしながら入れてあげたら、最後ここがね必ず当たるので、ちょっとプラをしならせながら入れてあげる。でズボッと奥まで入れていきます。ただこれね一気目のピンみたいなのがないので、どこまで押し込むのが正解なのかっていうのがいまいちよくわからないんですよね。で一気目のそのピンとかそういうのがないので、その入れたところで固定もされないんですよ。だからこう入れるじゃないですか、こうやってグッてはめるってもニョッと戻ってきちゃうんですよね。だからこれはね接着してしまった方がいいのかもしれない。接着しちゃった方がいいのかな。これは多分ねここが辛い位置で、ここも辛い位置で、ここも辛い位置になる状態っていうのがおそらく正解だと思うんですよね。なんでどうしようかな。ちょっととりあえず今日のところは、接着はせずに、とりあえずマスキングで固定するだけにしとこう。ちょっと他にね接着したらいけないところとかが出てきたら嫌なので、とりあえず一旦今日はマスキングテープで留めておいて、で後日しっかりと他のパーツとかも確認の上で、接着しちゃいましょう。まあ多分接着しちゃって大丈夫だと思うんですけどね。まあでもなんせねここまで説明書で散々振り回されてきたので、その辺はちょっと慎重気味にいきましょう。リアタイヤちょっとはみ出るな。ちょっとリアタイヤはみ出る感じだけど、まあまあこれぐらいでもいいだろう。よいしょ。かわいい。はい、そしたら次に、エンジンマウントですね。エンジンマウントを取り付けていきます。で
エンジンマウントはちょっと2種類から選べっていう指示になってるんですけど、このあっとあれどこ行った、あれちょっと待った、飛んでった、行方不明、ちょっと待ってくださいね。はい、ごめんなさい。スプリングを選ぶか、このゴムチューブを選ぶか。よいしょ、ちょっと待ってね。よいしょ。このちっちゃいスプリングを入れるか、このゴムチューブを入れるか、どっちかから選んでくださいっていう指示になってるんですけど、まあせっかくちょっとね、スプリングが入ってるんで、僕はちょっとスプリングでいこうかなと思います。なのでここにスプリングをセットしまって、ちょっと待ってよ、ここにこいつがつくんですよね。このパーツがここにつくんだけど、ちょっと待ってよ、こうつくわけだ。からあ、スプリングを置いて、ここを押さえの、あ、手がもう一本欲しい、手がもう一本欲しい、ここで接着、こっち側からも接着、手の数が足りない。これね、スプリングが結構効いてくるから、割としっかり押さえとかないとちゃんとくっついてくれないな。よしよし、あー浮いてきちゃう。ちょっと接着剤を足してあげて押さえる。でこれを押さえ持って、でこの上に、このパーツがくっつくと。ごめんなさい、ちょっと咳がねまだ止まんないんですよね。結局このエンジンマウントのパーツをつけちゃうと、もうボディ外せないんだですね。これをつけちゃうともうボディが外せなくなっちゃうから、だからもうボディも接着しちゃっていいのか、ちょっと怖いんだよな。
でもここを接着してしまわないとこのパーツがも持ち上がってきちゃうもんな。ちょっとこれでしばらくね、接着剤が乾くまでちょっとこうやって押さえておきます。はい、で最後に、このイグニッションコイルから生えてるこのプラグコードをディストリビューターの真ん中のところに挿してあげる。よいしょ、こうね、このプラグコードをこの真ん中に挿してあげたら、これで一応今回の作業は完成になります。ここなんか引っかかってるな。こんな感じで一応ね、もうここ接着剤をつけちゃいました。ここね、ここの隙間のところなので、もうボディはこっから外さないっていう方向で行こうと思います。まあ、ちょっと今固定用にマスキングテープ止めてますけれども、こんな感じで固定しておきます。はい、というわけで、今回の作業は一旦とりあえずここまでにしておこうと思います。また続きは、動画アップしていきますので、また続きを見たいと思っていただける方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をしていただけると最新の更新情報など見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あといいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。